じゅんちゃんオートです。いよいよですね、川口記念開幕でございます。今日初日ですね、はい、全レースやっていきたいと思います。天気の方はいいんですけど、ちょっとね風が強いかな、 2,3 メートルはあるのかなって感じがしますね。はい、ソロの方は多分ね結構ねいい温度、今40度50度まではいかないかなと思いますけどね。果たしてどんなレースになるか最後までお楽しみください。よろしくお願いいたします。さあ、いよいよ開幕1レースでございます。佐藤レッグが登場ということでね、ちょっとフライングを持ちなんでね、どういう形でフライングで来るか、さっさと勝負。シャーシャナリカいや、相馬くん食われちゃうんかい。相馬くん食われちゃうまではちょっと予想しなかったぞ。1番の深澤が先頭です。2番手は稲川、3番手の熊泉田修介、オートバイコーヒーが泉田、さあ先頭はここで稲川聖也、一気に1番の深澤を捉えました。そして中段では待って8番佐藤でインコースから突っ込んでくるのは松本、これは4周回です。来るまではないと思ったからな。2番手に泉田修介がつけています。混戦模様の3番手争い、インコースを通って松本、さあこの後から差し込んでまいりまして、セラバって佐藤で3号あ、ゆるやと下がっちゃった。先頭稲川聖也、2番手にで佐藤麗が上がりました。3番手に松本、4番手に泉田修介、最終班から追い上げる1番手になりました佐藤麗。一旦交代しながらも麗君恵まれたね。さあ足来るか。先頭に佐藤麗が駆け上がりました。先頭は佐藤麗です。2番手に稲川、3番手には4番手6番泉田俊介、もうタイヤは終わってしまったのか。5番の石川道が6番泉田を守るような動き、残りは1周ブルーフラッグ、さあ2番手に攻め上がる、7番手松本が上がりました。松本が2番手に上がっています。稲川さん、わあ泉田君はダメだ、タイヤが断然ないわ。完全に全てのリズムが噛み合いません。最後の最後、5番の石川が3番手に上がった。さあどっちだ。スタートまで10秒前です。さあ2レースですね、まあ、ここはもう水木のレースでしょう。まずスタートね、6、7より先に行く、それが最低条件。さあ2、初日1着待ってるぜ。よし行った。さあよっしゃ、オッケーオッケー、もうできたべ。さあ先頭争いは清水と君山雄二が並走する感じ。ここに割ったハイローというのは岩田博美、3番目から2番目に上がろうとして博美だけマークしても大丈夫だ。清水に入りました。前が団子状態になりました。清水が後続を抑えながらリングを締めている。そこから君山雄二、わあそこで止まるんか。博美が先進もうぜ、これは2台まとめていく、先進もうぜ。それでも
つかり届いていません。残りは4周回、シーミスが抑え逃げの格好であります。君山雄二が現在並走する感じ、前の終わりをにして小林瑞希が3番手から2番手に上がってきました。インコースでじっと我慢しているのは岩田博美、間を過ぎて6番の中野も上位争い絡んでまいりました。さあ来ちゃおう、入ってきた。先頭で駆け上がりました。2番手に交代した清水。タクシャー残れ、タクシャー残れ。岩田を収めた6番の中野、もう一回岩田博美。3コーナーではなんとか中野を近づく。岩田博美が抑え込んでいます。2番手争いは清水と岩田博美の勝負。残りは2周回。残り6番の中野まで絡んでいます。さあ体勢を作る。体勢が出来上がりました。岩田博美。いやだったらノリダに行かして、だったらノリダに行かして、清水が抑える。残り1周のプレートラック、ああ一気に6番の中野バッテリーを決めて、あーっと滑ってしまいました。清水が2番手ブロック、5番の岩田が3番手、うわーマジかよ。最終コーナーを先頭で1着、各社の2着はねえわ。清水がしてやったりか、先頭を返しとゴール。いやいやいや、さあ3レースですね、ここはマサヤで硬いかなというふうに思いますけど、掛川くんね頑張ってほしい、なんとか連絡に頼むよ掛川くん、行けマサヤ出てるね、やっぱ外から綺麗に走ってる。さあ奥さんが行った、さあ白崎さんも来た。さあマサヤどうだ、そこから竹川君が伸びねー、まくられた。やっぱ小塚選手がここね条件いいよね。さあマサヤそこから飛ばしていこう。マサヤ上がってこい。まず一射、まず一射、まず一射。うわマサヤいい、うわインつけねえよ。マサヤどうした？いやー、小塚選手ぶち切っちゃったよ。マサヤどうした？レース足がないな。いや小塚選手おめでとう。10秒前です。さあ4レースですね、キムタケ登場ということで、ここしっかりね、連に絡んでほしいというふうに思っております。牧野選手、林選手が結構人気。さあどうだ、林
安くんはスタート遅れた。さあ牧野選手いけ。牧野選手いけ。OK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 。うわピンピン来た。コーナーでは茂富の前まで高橋が上がりました。さらには木村も早めの仕掛け、今中段4番手で上がりました。林くんまくって来てみろ。インサイドまで切り込んでおりました。3、4コーナー8番の木村が3番手で上がっています。先頭牧野、2番手高橋、木村3番手、残りは4周回。3番牧野の主導権です。高橋義弘が2番手の位置、木村が3番手、前の3人がほぼ等間隔という状況になりました。牧野選手逃げて逃げて逃げて逃げろ逃げろ、牧野さん逃げろ。8番の木村、さあ木村だけ内に入って、よっしゃ。これは行きにくい状況でありますが、慎重にさばいて2番手に上がりました。いやいや、もう一回高橋が抑えるか。この辺りは3コーナーではウインコースから開けまして、慎重に慎重に、よし抜けろ抜けろ抜けろ、8番の木村が2番手に上がっています。抜けろ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 、そうだ牧野さん行け。2番手には木村、3番手に高橋義弘という並び、やや滑っている高橋です。後ろから4番早津も迫ってきています。インコースを狙った木村は入りきれません。3番牧野は巧みにブロック、早津やり返すか。懐が甘くなった。これで切り返して中入れれば、並んでくる木村が捕まえる。残り1周ブルーブラック、ここで3番牧野を捉えました。木村が先頭に立っています。3番からさよ、今度は5番高橋に迫りくる早津康介。最終コーナーでは早津のまくり、最後最後まくってきたよ。最後は3番手に早津が上がった。まもなくチェック。いや人気三者か。キムタケおめでとう。結果が出ませんでしたが、浜松遠征の後半で2連勝。スタートまで10秒前です。さあこれですね、ここマカシャがね、前節からちょっとね、ドローが結構来てるということなんでね、そこはちょっと心配になったんで、マカシャ2、3着でスタートしました。ハンデゼロ、秋田遅れを取りました。10メートル線から4番の田辺が秋田を叩いていく。秋田選手残せ。ハンデゼロから2番の福田裕二が残せ。まくり切りまして主導権を握ります。そしていけ。秋田を狙ってくる田辺、左右から岩田に今日まとめて料理。そして最後は中田敦史を収めた若い友達6番手に上がっています。先頭福田裕二、本田が2番手の位置、岩田が3番手。鍋はそこから外から来い、外から来い。少々大回り、ここで付け込んできたのは若い友達最後から。いや若の位置は難しいべよ。若いませんでした。現在4番手の位置を待っています。福田裕二の主導権、本田が2番手。いやこれじゃ若ちゃんのレースだわ。インコースから若いが1コーナーでは前進になりました。ここで岩田の前まで若い友達が上がりました。さあ岩田と若い、岩田の若い、若い友達が3番手の位置、一旦待ちました。本田の姿を見ながら冷静に鍋屋下がってこい、さばいてくるか。今3周回、福田裕二がレースをリードしています。車あるよ、鍋屋さん、車あるよ、車あるよ。本田のインコースまくってけ、まくってけ。これはまずあり。3コーナーでは2番手上がっています。中段では4番手岩田をまくって攻めるのはまた鍋屋敦史であります。残りは2周回、福田裕二が先頭です。2番手若井智和、そして3番手争い、外から渡辺が上がってくる。いやさすが若ちゃんいっちゃったわ。前に変わった福田裕二は2番手の位置、本田をまくって攻める渡辺敦史、抵抗している本田、インコースに隙間ができた。鍋もちょっときついな。今裕二を狙っている。残り1周、本ちゃんの外で張られちゃってんな。本田の上を行こうという渡辺、しかし本田が終始壁になっている。それじゃダメだよ。3番手は本田、外から渡辺敦史、最終コーナーどうか突っ張っている本田、まもなくチェッカーブラック。いや若ちゃん初日1着おめでとう。
タートまで10秒前。さあ6レースですね、ここはどうでしょう、ハンデス重化してもね、武藤選手ここ有利じゃないかなと思いますね。スタートしっかりいければ、ムーちゃん頭スタートしました。ハンデス0では奥田可憐が好スタートいけ、ムーちゃん。そして10戦の山田正弘が10メートル前の吉本を正弘が行ったよ。先頭は奥田可憐です。2番手外から山田正弘が上がりました。すんなりと山田は速攻戦から2番手で上がっています。ムーちゃん上がってこい、ムーちゃん上がってこい。ハンデ気味でありますが、今7番の池田正和が追い上げる筆頭であります。ロープは2周目に入りました。これで3者抜けると思うんだけどな。結構追い上げる1番手が5番の山田正弘、武藤博美3番手、4番手に吉本、内をついてくる横田翔輝、池田正和6番手、早船歩夢、スピードは絶対ムーちゃんの方があるんだよな。残りは4周回、詰めてきて、詰めてきてる。いけ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 。序盤からほとんど感覚が縮まらない山田正弘。3番手が武藤博文、4番手が1番の吉本、中段5番手に上がってきたのは池田正弘。まず正弘やり返せるかな。残りは3周回、ここで先頭になるとの距離がじわっと縮まってきました。5番の山田は差を詰めようとしていますが、ちゃん続け、まだまだ射程には詰めろ詰めろ詰めろ、まだあるまだある、ワンチャンあるよ、ワンチャンあるよ。3番手は武藤博美、そして後ろから来た来た池田正和、ホームスの内側では4番手に上がろうとしていますが、1番吉本がブロックしています。いやでもノブドンテツやん、ノブちゃん。山田は膨らんでしまいました。山田は2番手の位置体勢変わらず、3番手が武藤博美、池田正和は今5番手の位置、伊藤信夫は今最高峰であります。残り1周のブルーフラッグ、さあ山田が出る、うわー来たか、小倉がこらえるか、小倉がこらえるか、かぶせる感じになりました。先頭わずかで小倉可憐です。山田正弘2番手の位置、体勢変わらず、3番手武藤博美、今最終コーナーを先頭で小倉がクリアしました。先頭は小倉可憐です。いやー可憐だ、小倉が逃げ切ります。さあ7レースですね、ここはね小原君がね思想よく見えたね。ちょっと小原君、あとは松尾に、ね、今絶好調、4番8番来い。最終盤のスタートダッシュ、これはポーンと飛び出しました。ハンデゼロは人気の高石、好スタート、外から枠なり、高石、木村、小林の並びになりました。小原抜く、抜け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 、交代しています。一周3コーナーでは小林を刺した、その外から森の強まくりであります。森が小原の後ろから、さあ間髪入れずにさばいていこうという森。うわ森君早いなぁ。3番手まで上がってきています。逃げる高石、2番手には木村吉り、森が脱走の勢いで3コーナーでは2番手に上がった。松尾もついてくる。2も早いよ。3コーナーでは3番手の木村の内を潜り込もうとしましたが、今4番手、残りは4周回、高石と逃げ、森が強い、上がってこい。1、2コーナーでは際どく迫ってまいりました。さあ先頭の高石にその差は2写真というところまで森が迫ってきています。これ森君がね一発いけるか、一発いったらもう頭だよ。うわいけちゃったよ。先頭森に変わりました。高石は2番手の位置、さらには追い込み2に頑張って、現在3番手、残りが2周半、終盤戦の松尾の追い足にも注目であります。高石がこらえるか、こらえられないか、2に上がってこい、2に上がってこい、残り2周半、ここで松尾がまだあるまだあるまだある、松尾が2番手に上がっています。さあ森までその差は10メートル、ちょっとこれは厳しいか。先頭は森克行、リードを作りました。いやこの距離は10メートルはきついな。その後ろには小原、さらには中山光が続いています。残り1周のブルーフラッグを通過しました。先頭森、2番手松尾博文、結構差が縮まってきました。先頭2番手でありますが、あと半周では厳しい、最終コーナーに向かっています。いやちょっと足んない。最終周回第4コーナー、先頭で森がクリアしました。いや森君だ、おめでとう。
タートまで10秒前。さあ8レースですね、永井大輔登場ということでね、ここをねかまし効くんじゃないでしょうか。スタートからしっかり頭で大輔来い、いい出足いい出足、もうかましとかそういうもんじゃないじゃない、もういいかまし、いけ大輔、いけ頭まで突ましちゃい、池田介、上がってこい、いやーなんかタイミング合わないな今日ちょっと、いやーちょっといい半周損したな、大輔間に合うか、さあ一社一社、さあここからだよ大輔、詰めてこい詰めてこい大輔、詰めてこえねんか、ダメだ詰まらない全然、ダメだ全然足が、いやーきついなー、やられたよ。10秒前、さあすっかり日は暮れてまいりました、ここを ね頼むよ正人、しっかりね川口コンセス、川口記念ですからね、頼むよ正人、さあ行ってみろ、マサト頼むぞ、いやー浅田選手が行ってる、いやー平川ちゃん行ったわ、マサト行け、さあ池江裕二グリグリ、マサトまくれ、さあこの辺りは冷静に向きを変えて間を割ろうとしております、追って おいおい遠征選手がワンツーだぞ、マサトまくれ、とりあえずマサトまくってこい、マクレーブ佐藤、いやー、うわー、2に先行かれて OK、
10秒前です。じゃあ10レース加賀谷登場ということでね、もう加賀谷頭しかねえぜ、行くぞ加賀谷、頭だ加賀谷、スタートしました。判定0度は1コースから池田のスタートを取ってきました。0戦は枠なりスタートになりました。よし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 、7番手、そうせいな吉田の弾走を崩しまして、5番の五十嵐が一発で仕留めています。先頭は池田康二、うわ、石井大輔、3番手コースが2周目で上がってきました。4番手五十嵐、そして平田さあ、加賀上がってこい、5番手に上がってきています。ここについていくのは8番加賀谷滝明、まだ前の賛成者、目立った動きは見られません。池田がレースをリードしています。両位石井が2番手、3番手、4番手、5番手、五十嵐、加賀まくってこい。さあ最初の判定勢がそこについてドカンと行け。どうか、7番の平田の前まで行きました。一気に3番の石井大輔まで仕留めた加賀谷滝明、ワンチャンスを見逃しませんでした。今3周回、池田が逃げています。石井大輔、加賀谷滝明の順、やや膨らんだ石井大輔を攻めたのは加賀谷滝明。なんだ、後ろ上がってこんやんけ。5番の五十嵐和夫がここで3番石井大輔を捉えました。さあ逃げる池田康則、射程に捉えた加賀谷滝明、残りは2周回終盤戦。さあ、イラちゃん上がってこいよ、ヒラちゃん。一番池田を締めていきました。カメヤが先頭に立っています。イラちゃん上がってこいよ。池田、今度は3番手から池田が迫る。3番手から池田が迫る。4番手のブルーマリーが通過しています。2番手池田、いやだけどこれ池田さんが残るわ。ちょうど1車引、さあ、平田が後ろから。うわ、引いちゃったよ。何それ。3番手が平田、まさかが最終コーナーを。一話かえんわ。いや、香川おめでとう。スタートまで10秒前、さあ11レースですね。ここは前ちゃん一択でしょうございます。前までスタートくっちゃい、行けまや。第11レース全集中スタートしました。判定0を打ち、サーフスタート、10メートルから3番島山が前線の構えを叩いていこうとしています。そうだ、くっちゃっていいんだよ。そうなんだよ、そうなんだよ、そうなんだよ。あとは石田さんが残るだけ。柴山の前まで上がろうとしています。ここは柴山を抑えるか、抑えられないか。抑えられませんでした。あっという間に、よっしゃ石田さん逃げろ。石田さん逃げろ。佐藤真也が2番手の位置、感染症まさに秒殺であります。8番佐藤真也が先頭に上がりました。石田が2番手、川原3番手、4番手には深谷光、石田さん逃げろ、石田さん逃げろ。5番手の位置を待っています。残りは4周回、佐藤真也が早々に決着をつけています。そのまま、そのまま、そのまま。さあ、0戦両選手を追い上げるのは石田さん逃げろ。ここで川原、よしよし、伸びてる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 。ここはチャンスで深谷の強まくり、専用コーナー川原の前に上がっています。滑らせながらも深谷が現在3番手の位置、残りは3周回であります。先頭は佐藤真也、2番手に宇佐和彦、3番手から深谷が小林さんのリコースを切り込んでまいりました。いやー、3コーナーから4コーナー深谷が2番手に上がっています。宇佐3番手、川原が4番手、残りは2周回終盤戦です。中村亮次は5番手の位置、その後ろに5番の鈴木一馬、山田は苦戦のようだ。最高のホームに3番下山の駅、いやこんなっちゃうと石田さん残れねえな。2番の川原が石田を捉えています。先頭は佐藤真也、4番の深谷がやや差を縮めているように見えています。さあ真也ちゃん頑張って、あと1周ブルーフラッグを通過しました。佐藤真也が先頭だ、深谷光が2番手の位置、3番手川原、いやー、後ろがあとこれんは山立つ高宗、どうした、まやちゃん一着おめでとう。
スタートまで最終レースですね。ここは3番の山田選手をちょっと狙ってみました。クロちゃんね、これスタート5秒、トップスタートでいったらもうクロちゃん頭だと思います。3秒前、ただうち2社強いよ。予選スタートしました。アンデーゼロ沼広瀬がドンピシャのスタート。山田はどうか、ギリギリスターター残しました。10メートル線からは阿部剛が先行しまして、さあ北渡瀬を狙いますが、先に山田が2番手で上がっていく。先頭は2番の広瀬正光、序盤は大逃げ、しかし3秒30の山田が2番手の位置。黒川も早めに4番手に上がった。競争は2周目、逃げるか、逃げる広瀬。2番手には3番山田徹が位置しています。阿部剛3番手、おお、阿部の推進力も目立っている。山田の内を狙います。 3,4 コーナーのカーブ、先頭は広瀬、まくれ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 、パスでまくっちゃえ。4周回、さあ先に広瀬を捕まえるのは誰なのか、山田か阿部か、それとも黒川京介か。先頭争い、おお、インコースから黒川一気に突き抜けるのが 3,4 コーナーのカーブ。インコースから黒川京介、おっと、やや接触するようなシーンがありました。ここで黒川が先頭に立っています。2番手に山田、3番手に阿部剛という体勢になりました。8番の黒川京介が先頭です。さすがは思想3秒28、期待にたがわぬレース内容で早々に決着をつけています。2番手に山田、3番手に阿部剛、残りは2周回終盤戦です。後方からは神山が1コーナーで広瀬選手も外は張りすぎだよね、あれね。3番手の阿部剛、まだその差は10メートル以内にいます。トップは黒川京介、山田が2番手の位置、3番手阿部剛、4番手神山匠、いやこうなったらまし合わないよ。残り1周回終盤戦を通過しました。黒川が前方です。神ちゃんとか全然これへんやん。3番手に阿部剛、体勢を落ち着いてこれから最終コーナーに向かいます。あと3周ぐらい走っても多分このまんまやね。これ自信に満ちたライディング、黒川京介。いや黒ちゃん、いいナイススタート、おめでとう。今先頭でゴール。はい、ということで最終レースまで見ていただきました。いや難しい日だった。日もあれはするし、頭は皮変わるし、いやボッコボコにやられました。はい、いやー悔しいまあ明日切り替えてね、またやってまいりますんで、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。え、今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。そして本日も皆様お疲れ様でございました。最後にお願いです。チャンネル登録並びに高評価ボタンと鈴ボタンプッシュ、そしてチャリロトの新規入会よろしくお願いいたします。